シリア組曲は、ディア・スッカリが作曲したピアノ作品である。楽譜は、エディションズ・ジョバルから1976年に出版されている。2が、サマー、ダブケの3曲から構成される。スッカリの他の作品と同様に、アラブ風の主題を用いていること、調整の枠は大きく逸脱せずに、単二度や超二度といった音程を多用していることが特徴的である。 非常に即興的で自由な曲奏であり、楽譜の音の密度も非常に薄いのが特徴的である。アラブ風の旋律が使われてはいるものの、ほとんど無調である。演奏時間は約4分半。18拍子で書かれており、ゆったりとしたテンポの民謡のような旋律をとにして展開される。調整は明確である。すっかりの公式サイトでは、 還元楽編曲されたものを聴くことができる。演奏時間は約7分。現在視聴できる唯一の音源であるすっかりの作品に多く取り組んでいるピアニストリアド・ニコラスの演奏を YouTube で聴くことができる。そなた形式で書かれており、急速なテンポの舞曲風の第一主題と比較的穏やかな民謡のような第二主題を持つ。提示部、再現部ともに、 1> 第1主題は、胃腸ョ第2主題は、イタンで書かれているが、展開部や集結部などでは、部分的に無調となる。展開部は、比較的長く、展開部で新たに登場する、アラブ風の主題なども元にして、かなり自由に展開される。演奏時間は、約9分。ありがとうございます。